皆さんこんにちは。こんにちは。長屋の大須から超絶元気発信おそうそうアイドルの OSU です。はい、 OSU の黄緑色担当アミーゴこと夏川アミと、はい、 OSU のひまわり色担当ユアのこと小夏ユアナです。そしてユゴのプロ棋士の柳沢さとしです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて今回は何をしますか。はい、はい、前回よりも広い5番再び、ゲームをやっていきたいと思います。はい、まあ、前回の2人とも非常にいい感じで今回も頑張っていきましょう。はい、はい、頑張っていきます。頑張ります。ドクロ版というのでやっていきたいと思います。まあ、この石を囲んだら取れるって話したんですけど、まあ、これ当たりですよね。この黒、白石が当たりになってて、黒が次置けば取れるという形なんですけど、だから白だったらどうしますか。白だったらどうしますか。ここで、はい、白の横に置きます。はい、あ、じゃあ置いてみてください。これ、はい、はい、置きます。素晴らしい。はい、その通りですね。これで取られないように防ぐことができますよね。はい、で、じゃあこうやったらもうこの白2個は絶対取られないのかっていうと、そんなことはなくて、この白2個から出てる線を全部塞ぐと2個いっぺんに取ることができます。味方の石同士がこの線の出てるところで繋がった場合は1つの塊になります。ということで、この場合、あとこことこことここを塞ぐと2個いっぺんに取ることができます。おー、じゃあこの形になったところで、石が置けるか置けないかっていう問題なんですけど、ここに白石が、置くことができるでしょうか、できないでしょうか。できると思います。できないと思います。できないと思います。これ正解は、置くことはできるが正解です。はい、おでも多分ユーラちゃん今置いても取られちゃうところを考えました。はい、あ、はい、置くことはできるね、でもね、白は、ね、置くことはできるけど、置いたら取られちゃうよね。そうです、ね。はい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 。じゃあこの状態から白からじゃあここに置くことはできますか。ここに打てるでしょうか。正解は打てない。打てないですね。はい。まあ、なんで打てないかというと、はい、ここに置いた瞬間にこの2個が全部線が出てない状態になってますので、だからこの状態でここに置いてはいけないのと同じように。はい、この状態からここに置けないと。じゃあもう一個問題です。はい、この形から白がここに、そうか、できるでしょうか。できる。できる。あ、できる。できる。どうですか。できると思います。できる。2人とも正解です。もう慣れてきましたね。だんだん、はい、黒を取れる、はい。正解。はい、この状態からここに置いたときにこれを取れるので、取れるときは取る方が優先と。お願いします。お願いします。はい、この辺に、はい。はい、いいですね。置きます。いい感じです。ここら辺に、はい、置きました。いいですね。はい。します。はい。この辺。はい。いいと思います。ここにします。お。こうします。大丈夫ですよ。はい。ここで。はい。します。はい。はい。はい。じゃあ取られそうなので逃げてみたいと思います。この形はせっかくなんで、じゃあこの白2個を狙ってみましょうか。そうですね。はい。これ。はい。じゃあこうします。ここにします。はい。じゃあこうします。ここに。素晴らしい。行きます。なぜそこにしました、ちなみに。下と迷ったんですけど。はい、そうですよね。なんで上にしたんでしょう。忘れた。もしこっちにやると、はい、白こうやってこっちが先に取られてしまうので、本当だ。逃げながらこっちも狙ってるという、うん、大変素晴らしい手を打ちましたね。ここにします。はい、やってみましょうか。なるほど。はい、こうなってこれも、はい、私はここに置いたら、はい、取れます。その通り。まあ、まだ続きます。ここにします。まだ続きます。お、はい、ここにしたら。この2つを取れます、はいはい、そう正解、うん、素晴らしい。いきなり白石を取ることはなかなか難しいですよね、はい、取ろうと思ったらなんかいっぱい黒石を置かないと取れないので、やっぱりここで陣地を作るっていうことが大事ですね。陣地を広げる。ここに置いたら、はい、陣地になるんですけど、はい、はいはいはい、どうなるんでしょう。お、いい質問ですね。置いてみると、まあ、ここに一個陣地ができましたね。はい、はい、でも実はこれ置かなくても白はここにもし入ってきたら、はい、取れますよね、すぐに。例えばこことかに入ってきても
こういう風にと、あと白ここしか空いてないですよね。逃げますよね。でもあとここしか空いてないですよね。取れるんですね、まあ、黒とやってみますと、こうやると取れちゃう、うん、はい、実はもう置かなくても白入ってこれないかもしれない。あ、まだ置かなくても、はい、ここに置くよりもこの方が陣地ちょっと広がってますよね、ここは、はい、これよりもこの方が広がってますよね、はい、これよりもこの方が広がってますよね、これよりも例えばこの方が広がってますよね、はい、っていう感じでできるだけ広げる、広げていきます、はい、おー、いいですね、はい、はい、ここにだと、はい、ここで、はい、取れます。そうですね、その通り、素晴らしい。ここに打ってちょっと白の陣地をちょっと広げようかなと。で、ゆなちゃんの方は今白がここに打ってここをちょっと広げました、はい、ここを広げたし黒の陣地の中にちょっと入っていこうとしてます。してますね。じゃあそれを止めるにはどうしたらいいでしょう。もうこれ以上入ってこない、入ってこないようにでするのは、はい、どうしましょう。ほっとくと白は次にこういう風に入ってきますね。はい。素晴らしい。ここに行きます。素晴らしい。一番いい手ですね、それで。あ、本当ですか、はい。これ以上行っちゃうと、はい、こうやられて危ないんですよね、実は。あ、本当ですね。味方の石と切り離されちゃうんだけど、はい。はい、これが素晴らしい手ですね。はい、じゃ白はこれ以上入ってこられないように止めます。ここに黒石を置いても、黒の陣地変わらないんです。こうやっても陣地変わらないの分かりますか？変わらないです。結局この辺が陣地なんだけども、別に増えないんですよね。逆に白が置いても黒の陣地変わらないし、白の陣地も変わらないし、ね、はい、実は囲碁って進んでいくとこういう場所が出てくる。どっちの陣地でも関係ない場所が出てきます。はい、これをダメと言います。ここはダメなので。ダメなんです。はい、もうちょっとダメなのでダメ。ここってダメだと思いますか？ダメじゃないと思います。お、正解。うん、ちょっとやってみましょうか。はい。ここに。と、この子が当たりになりますよね。当たりになります。はい、で、白はここに守らないといけないですね。ということは、これ、もし白がここに先に打つと、ここを白守らなくてもよくなるので、はい、1個陣地が増えますね。あ、はい、増えちゃいます。なので、これは白の陣地を減らしたんですね。はい。はい、とてもいい手です。うん、そこにしてみますか。してみます。はい。じゃあ、この白はこっちに行って、この黒の陣地の中に入っていくぞと、はい、殴り込んでいくと。あ、やってみましょう。見ます。はい。どうなるか、やってみましょうか。白がこれ以上、ほっておくと、はい、例えばこんな感じとか、あ、こんな感じとかで、どんどん、くる、はい、黒の陣地をどんどんこう侵略してくるので、入ってこられないように止めてください。そうですね。ただこれは、白にすごい囲まれてるので、はい、囲まれてます。はい、やってみましょうか。例えばこうやると、こうやられて、はい、もう逃げ場ないですね。ないです。はい。こっちの方に行っても、例えばこういう風にやられて、これ守りますよね。逃げても逃げ切れない。もう、はい。逃げ場がない。逃げ場がない。ということなので、まあやっぱりこの白石がいっぱい囲んでるところに後から入っていったので、これがね、取られやすいですよね。ここが侵略してくる段階なので、はい、はい。でも、まあでもここです。そう、最高の手です、それは。例えばこれ、こっちとかだと、まだ、ね、あ、そうですね。これすごくいい手で、じゃあもし白がじゃあここにもっと入っていこうとしたらどうしますか。ここに来たら切る。そう。で、これをその通り取っていきます。ここに置かなくても白逃げれないっていうのがありますか。あ、白が置いちゃったら2個、はい、そうも取れちゃうので、はいはい、白は置かないと思います。はい、そうなんですよね。はい、こういう石のことを、まあ、ちょっと新たな用語が出てくるんですけど、死に石って言います。こういう石は実はこのままほっといて OK。この黒石も、さっき逃げれなかったですよね。はい。これも死に石です。ああ。はい。はい。ということで、あと置く場所は、このダメだけになりました。もう、はい。ないです、ね。ないです。ないんだけど、このダメを一応置けるので、ダメを最後に置いて終わりになります。はい、どっちももうやることないですね、と。はい。ということで終わりと。例えばここら辺にやっても、はい。はい、こういう風にやられて逃げようとしても逃げ切れない。本当だ。ですね。逃げれない。終わり。終わり。終わってました。終わっていた。はい。はい。じゃあ得点計算をしていきましょう。はい。この取ったやつを相手の陣地の中に埋めちゃいます。これ自分の取ったやつをさっき足して数えたんですけど、今度は相手の方に埋めて相手から引くっていうかね、これをこの中に埋めちゃってください。白の陣地の中。こうすると、まあ、さっき数えやすいですね。全部足せる。じゃあこれで数えてみましょう。黒が8目、はい、そして白が2目、
ので黒の6目その通り素晴らしい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、お疲れ様でした。ありがとうございました、はい、今回また新たに石が2個になったり3個になったりしても取れるとかね、はい、あの死に石、あのいろんなまた要素が出てきました。どうでしたか、ね、陣地を作って、はい、この2個も3個も一気に取れちゃうっていうのはちょっと楽しいなと思って、やっぱりね、いっぱい取れるみたいな、はいはい、やっぱ気持ちいいですよね、いっぱい取るとね、置くやつの幅が広くなって、はいはいはい、すごいどこに置こうってすごい考えることがたくさんあって、あって、はい、それ難しいなって思ったんですけど、うんうん、これからもっともっと勉強してたら楽しくできそうだなと思いました、うんうんはい、素晴らしい、その通りですね。いや2人とももう本当にすごく飲み込みが早いですし、今回あの実は2人は飲み込みが早いので結構どんどん進みました、うん、あ結構予定よりも進みが、はいはいはい、思ったより進みました、はい、あもう大会までの道のりがより近くなってるってことですね、はいはいはい、すぐ出ます、すぐ出る頑張りがいが、はい、次回は何をやるんですか。はい、ここからはですね、2人の宿題とかやってもらいます。おお、はい、宿題くんとちょっと身構えますね。そうですね、まあ、お家の方で、はいまあ、練習問題ですね、今回やったことの復習だったりとか、さらにまあいろんなテクニックをですね、まあ、練習してもらいたいと。そして、2人で対戦というのもしてほしいなと思ってます、うん、ちょうどねやっぱ同じ日に始めた2人同士で、はい、ぜひ対戦してほしいなと、はい、頑張っていきます。私たちのこのゲーム部を応援してくださる方、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは以上、 OSU の夏川亜美と小夏彩乃と柳沢でした。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。